こんにちは、トイズガオです。本日はこちらミニプラ動物合体シリーズ03搭載獣王を作っていきたいと思います。こちらは全6種類でキューブライノスを構成するものが4種類、そしてキューブウルフ、キューブクロコダイルが1種類ずつとなっております。キューブライノスが4種類にわたってパーツがあるので、これはまた1箱ずつでは完成しません。そしてキューブウルフとキューブクロコダイルは動物モードに変形する工程が斜めだったり単純なものではないので、劇中にはない足の開くギミックなどもあって、かなり作りが難しい構造になっていると思われます。なのですごく作るのが大変だと思いますが、頑張って完成させたいと思います。それでは作ってみましょう。はい、というわけで1箱ずつの組み立てが終わりまして、今回ですね、ちょっとここのこういう細かい部分でガンダムマーカーのメタリック塗装をちょっとやってみました。こういうですね、このランナーについている状態で塗って、ここから切り離して組み立てということでやっております。こちらのキューブクロコダイルとキューブウルフはこのままで完成なので、こちらにこのままで完成です。このクロコダイルの歯の部分、こちらもですね、ちょっと分かりにくいと思いますけども、ここの周りのところをガンダムマーカーのシルバーメタリックで塗っています。はい、それではまだキューブライノスが完成していないので、キューブライノスはこちら4箱で1つということなので、最後の工程をやってみたいと思います。はい、そして最後にこちらの2つのパーツをウルフの方につけていきます。こちらの両サイドもゴールドとシルバーでメタリック塗装をしてやります。はい、これでキューブライノス、キューブクロコダイル、キューブウルフが完成しました。
まずはこちらもキューブ状態にしてみたいと思います。クロコダイルは尻尾は差し替えになっています。ウルフの方はリラックス版と同じで変形の方は差し替えはありませんが、ちょっといろいろとパーツの方が干渉したりグラグラしているところがあるのでちょっと難しいかと思いますね。はい、これでキューブライノスに乗せて転がし遊びもできます。はい、次に搭載獣王に合体していきましょう。デラックス版とは違ってですね、差し替えの部分がちょっと多いんですが、まあプロポーションもデラックス版と同じような感じになりまして、あと違うところといえばこの膝関節が曲がるところですかね。まあこれによって結構かっこいいポーズも取れたりしますね。はい、それではキューブクマとキューブコウモリはまだミニプラ版では出てないので完璧なものはできませんが、最後の全合体ワイルド搭載キングの未完成版を合体させてみたいと思います。余剰パーツが出ましたが、こちら、これビッグキングソードのちっちゃい版なんですが、これを取り付けるところはないですね。でまあキングソードも余ります。このまま普通に持たせることはできますが劇中にはないですね。リラックス版と違ってですね、
のジョイントの方がかなり甘い感じでくっついているので、あとこのここにかかる重さがすごい感じになっているので、下の強度がそれに伴わない感じでかなりグラグラしたり倒れそうになったりするんですけどもね、これはちょっと気をつけて遊ばないとガシャーンっていったりしますんで、あとはちょっとねジョイントが緩かったりするのでポロポロいったりする場合が多いですね。まあいろいろと関節が動いたりしますけども、ちょっとねその関節を動かしたりするとそのまた強度の関係がおかしくなってくるので、あんまり大幅に動かすのもちょっと気をつけた方がいいと思います。はい、キューブウルフとキューブクロコダイルはデラックス版と同じように獣王キング、獣王ワイルドの下半身として合体ができるので、それをちょっとやっていきたいと思います。こちらですね、やはり足が分割はできるんですけども、ウルフの部分がかなりパーツがすごく細かいことになっているので、ちょっと分割の仕方がですね難しいんですね。はい、まずこんな感じで分割するんですが、この状態でかなりバランスも悪いんですね。で、クロコダイルの方はクロコダイルの方もちょっとポロリポロリといっちゃいそうなんですが、こちらを広げたらここの7番のマークのところがですね、ここに干渉するんですね。なのでここのパーツを外します。ここが斜めになるので干渉しないということですね。で、足を付けます。こちらはですね、右足はこのように左右に動くので地面についた時に斜めにできるんですが、左足の方は動かないのでこちらだけこのジョイントを出してここに入れて足がまっすぐつくようになりました。上半身を取り付ければ、はい、獣王キング178です。やっぱりですね、このウルフの部分がちょっとグラグラしちゃってますんで、遊ぶときは気をつけて取り扱わないといけませんね。で、獣王ワイルドも合体ができます。多分次に出るのが、ミニ
プラ動物合体シリーズ SP という、ジュオキングとジュオワイルドのクリアバージョンのものが出て、その後に動物合体シリーズ04が出て、そこにキューブクマとキューブコウモリがつくんだと思いますね。ミニプラは7月から6ヶ月連続でリリースと言われていますので、これが搭載需要が7月で、クリアバージョンの SP が8月で、04が9月ぐらいになるんでしょうかね。僕はそちらの方はもう箱で予約をしたので、次の段が発売されるまで楽しみに待ちたいと思います。それでは以上、トイズガオでした。